京都競馬第10競走エルフィンステークス3歳のオープン牝馬の限定戦芝 1600m 12頭で争われます。第2コーナーの引き込み戦からのスタートです。枠入りは進んでおります。明るい日差しを受けながら続々とゲートへと向かいます。バリアントレディが収まりました。山勝をキットが最後に誘導を受けます。山勝をキット今収まりました。係員跳ねます。再生完了。スタートしました。外ポーンと山勝を切って好スタートを切りました。間からポルトフィーノもいいスタートを切って前へと上がっていきます。間から行ったのは優しい気持ち、優しい気持ちが花に立ちました。半馬身1馬身とリードを取ります。2番手の位置にポルトフィーノがつけました。あとは1馬身マチカネハヤテが3番手、4番手は固まっていますがレジネッタが間から、マイネレーツェルサニは外から山勝を切って最内からは1番のラーベ、その直後に10番のバリアントレディが接近、あとは1馬身開いてメルシーオーク、プティマカロンと並んで、その後ろ半馬身1馬身と離れてオレンジシュプール、最後方が3馬身差チェレブリタという体型です。各馬これから第3コーナーのカーブへと入っていきます。外回りコース外からスーッとポルトフィーノ先頭に立ってこれから坂の上りへと入っていきます。半馬身1馬身とリードを取りましたポルトフィーノ、2番手には優しい気持ち、あとは2馬身半離れてその後ろ7番のマチカネハヤテの追走です。坂の下りに入っています。それには山勝をキット、そしてその間からスーッとマイネレーツェルと3番手が3頭です。そのうちに接近するのが1番のラベ、あるいは1馬身直後には3番のレジネッタ、半馬身外にバリアントリー、そしてその内からはオレンジシュプール、その後方にメルシーオーク、プティマカロン並んで最後方3馬身差チェレブリタという体型。第4コーナーをカーブ直線コースに入りました。ポルトフィーノ先頭です。リードは2馬身くらい保っています。2番手争いですが、さあその外から接近するのはラーベ、そして山勝をキットマイネレーツェル、大外から追い込んでくるのはレジネッタだ。さあ横にずらっと広がっているが、先頭はポルトフィーノ抜けている。200を通過、2馬身から3馬身のリード、ラベが今2番手、3番手外目から追い込んでくるのはレジネッタ、あるいはマイネレーツェル、山勝をキット3番手争いが接戦。ポルトフィーノゴールイン。ポルトフィーノ鮮やかに押し切りまして、これで2連勝です。クラシックへ向けて視界良好です。9番のポルトフィーノ完勝です。登録してね。